死んでる。米印すぐに蘇る。そしてこちら鉄心ルート。こういうのでいいんじゃよ、こういうので。わいこういうの大好き。大丈夫じゃよインドラ、わいもこれから頑張っていくから。人類や神を邪魔する方向で、頑張る。確かにこの夕日ロー好きそう。でもちょっと苦難足りなくない？この夕ヒロイン全滅しても立ち上がってくれるなら喜ぶから邪竜なんだよな。ははあ、こちらが今年完結した劇場版ヘブンズフィールでございます。片月主人公全員好きなんじゃねえかなこの夕。切り継ぐ。黒刀はそんなでもないんじゃないの。困難を困難と思わず乗り越えるカタルシスもなさそう。ラッキョの主人公は好きなんじゃないかのう。トモエが好きそう。ワエちゃんの笑顔本当に可愛いな。行くぞ英雄王、武器の貯蔵は十分か、って雄たけびあげそう。ワエも黒化して立ちふさがりたいのう。善なる勇になる。ワエ様の心は少年ハートなの？プロトマーリンと意気投合しそう。ワエは人や神がひいひい苦労をして試練を乗り越えるのが好きじゃ。一切手加減はせぬがそれで死んだらがっかりじゃ。同じ表情しててダメだった。ひっひ。あとは最大の障害であるワエを倒すだけじゃのう。ちなみにワエは決戦時にオープニング主題歌を流す演出に弱いぞ。別に強さは変わらない。人間どもに一生残る恐怖と衝撃を与えたら一生残る愛と勇気で立ち向かってくるんじゃよ。こっちの黒いエミヤも見てみるのじゃ。BGM がエミヤになるとウッキウキになるおばあちゃん。でもよく考えたらこのエミヤとかいうやつは報われずに死んでしもうたのう。まあ生き残った者たちが後に続くから別にええかの。そこの赤い料理長はどう思うのじゃ？微妙な表情で沈黙している。このおばあちゃんシロウがセイバールートの境界で聖杯なんかいらない。した時も興奮すると思う。行くぞ英雄王。武器の貯蔵は十分か。だいたいここでスタンディングオベーションするであろうおばあちゃん。ステイナイトはラストエピソードまで見せれば満足してくれそう。それはそれとしてなんとかあの二人にさらなる試練与えようとアバロンに行く手段探す。ブリトラさんに仮面ライダー見せたら目を輝かせて主張しそう。氷川さんとか好きそうだよねブリトラ。アギトは好きそうだし、ガイムもいい反応するかもしれない。オーズとビルドも興奮しそう。最後の友情フォームもなんか号泣しそう。頑張るあなたを見つめたい、か弱い乙女春。頑張ってる新人マスターの元へ行くために工場になったとも言われる。あの、乙女、諸事情あっての姿だしわかる、か弱い。強さとか弱さは身体と精神で考えると、というのはありえるけどブリトラは絶対当てはまらねえ。怪獣大決戦。ブリトラさんって初出いつだっけ？サンタカルナさんのクリスマス。3年前のクリスマス、ボクサーカルナさんの年。まだ復刻されてないサンタカルナさんのクリスマスイベント。千嫁さんが困惑したクリスマス。だって想定的がブリトラなんだもの、本来ならこれでも足りないかもって感じだし。超エンジョイ勢だから効率とか全く気にせず楽しい、苦しめる、方に全振りしてるんで付け入る隙があるんであって、そういうこだわりを捨てて本気で殺しに来たらガチで危険なのよねブリトラさん。まあ神魔の類って9割趣味で生きてるっぽいから、こだわり、生きがい、捨てるなんてなさそうだけど。もともとブリトラさんは殺生が目的ではないからね。相手が苦しみ抜いて自分を打ち倒しに来るのを期待してるわけですから。なお苦しみの途中で死んでしまったやつはつまらんで終わるが、千嫁ちゃんはいいぞ。クリスマスの黒箱で石くれたご恩は忘れてないです。だから復刻して。ワエちゃん、頑張れ、頑張れ。頑張らないと死ぬやつやこれ。頑張っても運命力足らなきゃ死ぬやつだよこれ。見守ってほしいので来てください。土下座、ガチャを頑張れ、ほれ、もう少しじゃ。ブリトラさん黒ギャルっぽくていいよね。セーラー服にルーズソックスとか平成初期のファッションとか似合いそう。本当ならマジのインドラを呼びたいくらいの難敵だからな。インドラまで来て、人違いでござる案件だから笑うわ。最近では漫画家でもエンジョイ中、あの世界観にある意味適応してるのはさすがワエ様としか。リオさん絶対ブリトラさん好きだよ。光の、頑張れ、頑張れ、がブーディカさん。闇の、頑張れ、頑張れ、がブリトラさん。高難易度クエでブレイクゲージ割るたびに頑張れ、頑張れ、してパワーアップしてくるブリトラさんが現れる可能性が。メユジーヌと似ていながら正反対ってよく言われるけど、彼女の好みってまさにメユと反対の、強いものに立ち向かう勇気を持つものだよね。
マジシャンの失敗したらガチで死ぬ系の脱出術とかめちゃくちゃ好きそう。ブリトラさんなんだかんだで一番人外っぽい内面なので好き。あんま女女してなくて変わってない感じが。マスターが頑張る姿を見られるなら、自分がガウェインと戦うのも意図はないお方。ワエちゃんと第一部7章を一緒に駆け抜けたい。後から記録で知ってなんでワエはこの時おらんのじゃと嘆いてそう。そして再現を試みて得意点化しそう。第一部の終章に来てたら、一部始終を見届けて感涙にむせびながらスタンディングオベーションしていい笑顔でキラキラしながら退場しそう。死に物狂いで試練乗り越えたのに絶望しかなかったオチ、K は嫌いそうなイメージ。多分、SPEC とかイデオンとかミストとか誰も幸せになった人がいないみたいな作品は地雷だろうなって。それがフィクション作品なら、か、作者、わかっとらんなぁ。と酷評して、それが現実なら、乗り越えられなかった者たちを冷めた目で見ながら、ん?期待外れちゃったな、とかつぶやいてそう、じゃ言うだけあって、試練に負けた者にはドライな印象がある。少年漫画好きそう、鬼滅とか絶対目キラキラさせて読んでると思う。鬼殺隊の面々とか、どう考えてもブリトラさんの好みにドストライクだろうな。打ちのめされても、打ちのめされても、使命感と戦意をたぎらせて立ち向かう姿とか、ワエちゃん的には、そうそう、こういうのがええんじゃよ。って感じだろう。鬼殺隊とかいうワエ様の壺押し軍団。しっかり目的、無残の討伐、も果たしているところとか、もう100点満点のプラカードを上げてそう。邪竜のはずなのにただの創作大好きおば、お姉さんになってる。創作でも楽しむだろうが自分も演出するからな。フィクションを楽しみ、ノンフィクションも手掛けるって、それはもう最強のクリエイターなのでは。セイバー、シロウは私が育てた。あながち間違ってもいませんが、自ら口にしては台無しかと、我が王よ。マブラブオルタをプレイさせたいじゃ言う?あああの頃は、シロウやらタケシちゃんやら総一くんやら、リックやら折れてから立ち上がる主人公多かったねー。遠い目、そして、お互い年を重ねましたな。ただタケルちゃんは幸せになれたかというと、バビロニアの資料映像残ってたら、リピートしてそう。ケツ姉さんと意気投合して、南米異文体に同行したいとか言い出したりしそう。月姫のコミカライズとかも好きそう。ステイナイトはラストエピソードまで見せれば満足してくれそう。それはそれとしてなんとかあの二人にさらなる試練与えようとアバロンに行く手段探す。マーリン、シール、サーティーンデシジョン、スタート。これは、我が王のイチャラブを守る戦いである、商人、円卓一同。真面目に条件と照らし合わせると、過半数いくな。ブリトラさんマーリン見あるからな。ここで止めるのがマーリンで止めないのがプーリン。と思ったがプーリンはそもそもカプもキャラも違うから、君たち誰?な感じで止めるも何もないね、失礼しました。プーリンなら皆大歓迎だからたどり着ければ受け入れるんじゃない?暴れたら追い出しそうだけど、食堂のテレビで見てほしい名作。ウルトラマン Z とかも、人間とロボだけで粘ってたシーンで絶頂してそう。陽子先輩にほほう、となったり、春木とバコさんにホクホクなブリさんいいね。カルデアでのんびりしているエミヤに追加の試練が。貴様を倒すのは俺だ的なことを言う横槍とかも好きでしょ絶対。この藤高ジュビロ。ヘブンズフィールはブリトラさん的にどうだろう。闇落ちヒロインの概念を知って、ほう、次はワイもこの方向で行くか、とか言い出す。夢追い人は諦めたけど女は諦めないし乗り越えた先は成長と言えなくもないし普通に旧大点じゃない?なんだかモヤモヤしてドラえもんのチケット買ってそう。むしろありとあらゆる辛い目に遭ってきた二人が苦難を乗り越えて結ばれるんだから高評価なのでは?そうなんだけど、もっとあからさまにハッピーエンドだったらいいんだけどな。価値格 BGM が流れれば伝承防用貫通できる。これを我々は、お約束と呼んでいるわけだが、この言う絶対お約束に弱いよね。伝承防御の突破手段を導き出すのも、価値格 BGM が流れる状況に持ち込むのも、その過程こそ、試練と捉えるならそりゃ弱いですわ。どんどんとブリトラさんの記事が増えてゆく。いいぞいいぞ。最後まで正義の味方を張り続ける。よう言うた、それでこそ男じゃ。皆さんは、UBW を見てとても満足するブリトラさんについてどう思いましたか?ぜひコメント欄で教えてください。またチャンネル登録と高評価もお願いします。